服部文章は、日本の登山家、著述家。神奈川県横浜市出身。1994年、東京都立大学フランス文学科卒業。山岳雑誌、学人の編集部員。山に対してフェアでありたいという考えから、サバイバル登山と、自ら名付けた登山を実践する。サバイバル登山とは、食料を現地調達し、装備を、 極力ハイしたスタイルの登山を指している。1969年横浜生まれ。1994年東京都立大学フランス文学科とワンダーフォーゲル部卒。大学時代からオールラウンドに登山を始める。1996年にカラコルム山脈の K2 登頂。1997年の冬から黒部横断を行い、黒部別山や剣岳当面。 薬師学当面の初登班など、国内外に複数の登山記録がある。登山以外の活動では、海外自転車旅行などを行っている。1992年のシルクロードリクロ旅行。1994年のデリー・コモリン・岬の自転車旅行。1997年のハノイ・ホーチミン。1998年のマダガスカル周遊。南北・アイルランド周遊。 1996年から山岳雑誌、学人編集部に参加。1999年から長期参考に装備と食料を極力持ち込まず、食料を現地調達するサバイバル登山を始める。そのスタイルで、南アルプス、大井川三部川、八幡体、カッ田川から大深沢、白上山地、藍津忠だ下田川内、日高前山。 北アルプス縦断、南アルプス縦断など日本の主な山域を踏破。それらの記録と反省をまとめた山岳ノンフィクション、サバイバル登山家を出版した。フリークライミング、沢登り、山スキー、アルパインクライミングなど、登山全般を実践する一方、近年は、毛張り釣り、魚付き、山菜、キノコなど、獲物系の,の遊びの割合が増え、2005年からは、 狩猟も始める。2010年、南アルプス製沢の滝で20メートル滑落し、その模様が TBS、情熱大陸で放送された。2012年には、趣味で行う、中距離走で全日本マスターズ陸上に参加し、40歳以上800メートル競争の部でタイムは2分05秒09で優勝。2013年、 北東シベリアのエリンギギト銀行へ固有種のイワナを釣りに行く。旅の模様が NHK 地球アドベンチャー冒険者たちで放送された。2015年現在、山岳雑誌学人史上で自身の活動を報告する今夜も焚き火を見つめながらを連載中。他に本の雑誌やフィールダーで連載を行っている。海外登山は ウシュルバーシニーボインなど、スキーツアーでは、カナディアンロッキー、オートルート、ヒマラヤなど、ありがとうございます。